過去を探し続けて俺はさまよう見知らぬ街を炎の匂い染みついてむせるさよなら言ったはずだ別れたはずさ地獄を見れば心が乾く戦いは飽きたのさ定めとあれば心を決めるそっとしておいてくれ明日にああつながる百年戦争はメルキア軍を脱走した時には協定が結ばれて休戦となっていた。それから半年、軍の目を逃れて俺はウドの町に紛れ込んでいた。繁華街には怪しげな商品が並び、女たちが夜な夜な街角に立つ。百年戦争が生み落とした惑星メルキアのソドムの町、それがウドだ。ギルガメスとバララント、この二つの星系は原因も定かではない戦争を百年も続けていた。両陣営が疲弊の極みに達した大戦の末期、俺は内容も知らされぬ作戦に参加した。それは味方が味方の基地を襲うといった謎めいたものだった。俺の運命を狂わせたあの忌々しい戦争はその日終結した。だがそれは何の意味もない。あれを見た時から俺自身の果てのない戦いが始まっていたのだ。はっ、見つけるぞ。よし、
塞がれた。奴ら、細い路地に逃げ込みやがった。そこは AT じゃ通れっこねえな。そこか。正面か。どうやらあれは軍の最高機密だったらしい。おかげで俺はメルキア軍に追われることになってしまった。俺はただ見ちまっただけなんだ。だがあれは一体何だったんだ。